死んだ俺カメ。勝手に殺すな。見失っちゃったな。でかいグモン。グールね。知らないの？マジンガー Z に出てきた飛行要塞グール。あれで機械獣を運ぶの。よく知ってるな。昔アニメ少女。オタッキーなやつ。よし。マジンガーワールドへ出発だ。グール、マジンガーワールド？おっちゃん、おっちゃん、そこどいてくれんと掃除できんのや。すまん。ほんまに試練の班のこと助けに行くでか？いや、やめとき、殺されてまうで。そうや、試練の班やってまっとらせんわな。ザホ、なちゅうこと言うねん。構わんさ、それでも俺は行きたいんだ。ジュアやね、今時珍しいわ、ほんま。男の中の男や。タイムハン行ってきなはれ、全国のお掃除隊がアンさんの味方や。そやそや、わてらザコキャラの底力見したるわい。こちらお掃除デーモン隊北駐在所だがね、マンション爆破した巨大な飛行要塞が南へ向かって逃走中だぜ。こちらお掃除デーモン山岳パトロール隊、飛行要塞は海上へ出る模様です。こちらお掃除デーモン国境警備隊、飛行要塞は水玉空間を抜けデビルワールドの外へ飛行中。何でもな、
デビルワールドの南をさらに南へ進んだ先にな、テクノロジーと巨大ロボットの世界があるっちゅう話や。こんな檻で私を閉じ込めたつもりか。あ、テレポートできない。せーの、どんな超能力の持ち主であろうと、鉛と電界のこの檻からは逃げられない。マジンガーのレーダーエリアに近づいた。あら、お前たちが世界征服を企むが、司令の嫁にしようがそんなことは知ったこっちゃない。だがアキラを傷つけるのだけはやめてもらおう。ミサイル攻撃のこと言ってんのか。アリングレで死ぬような弾か。あんた、俺の性格の悪さを舐めちゃダメだよ。待ってきろ、ミサイル撃ったのは俺でね、ここの右半分の女だ。なんだってば、責任逃れたって男らしくてえべよ。やかまっせ、まあ二人で見ろ、吹っ飛ぶな、俺の方だ。俺だって無事ではすまねえよ。いや、聞き分けねえこだ。この危機を逃れるにはどんな奇病も労すんのだ。自分が助けるためならおらがとんでも構わないっつのであんた。そうではねえ、このピンチさえ逃れればアスカリオのユダに突き込むチャンスも生まれるつもんだ。ひどい。あんまり精神的に追い詰めちゃいけない人だったみたい。だいだいハブ女なのに助けはしら大切なのよ。女さばかにしてピーン。あぬ語ってる、黙ってる。二人まとめてぶっ飛ばすこともできるんだぞ。ダメだ。レーダー反応が消えた。アンチレーダーミストを使いやがったな。それにしてもレーダーからは消えても肉眼じゃ丸見えじゃねえか。へっ、おバカ者、今日こそ秘密基地のありかを突き止めてやる。第2章優しいグールの操縦法と、あ、これだ。ビーコン誘導による優しい起動方法、右手にある赤いスイッチ、これか。の隣の緑のスイッチ。よかった、自爆スイッチじゃなかったようだ。遅い遅い、アシュラは何をやっとん。私のお嫁さんはまだか。